サウナに入ってきたら思わず出たくなる人選手権。ちょっとプライベートサウナでサウナ入れるって言って僕ここ来ましたけど、どういうことですか今の。はい、今回の企画はですね、あの英二さん以外には事前に伝えてあったんですけども、今から、4人の挑戦者の皆さんがサウナに入ってきたら思わず出たくなるという人や状況というのを、考えてきてもらってますので、それを今から実践してもらいます。なるほど。英二さんにはその審査をしてもらいたいと思っております。お願いします。審査。あ、俺がサウナ入ってて出たくなる人が入ってくるってことか。はい、そうです。普通に何も知らないお客さんとしてサウナに入ってもらってて、でこれは出ざるを得ないという時だけ、退出してもらいたいです。で逆にこんぐらいは我慢できるという時はそのまま入り続けてください。なるほど。僕が嫌な思いをするってことかな、これから。そういう企画ではありません。あくまでも審査員なんでってことですね。あ、でもまあ嫌なことが起こってそれに俺下塗るか上行こうよ。ああ、そうだね。ちょっと下段は塗るんやろ。なるほどな。段差きついねこれ。そこ座れ。そこ座るな。ああ、なるほどね。こういうことか。ああ、いいな。やっぱ上あったかいな。いいですね。ああ、すいません。もう少しスペースが多分あると思うんで、もうちょっとだけそっち寄ってもらえると助かるんですけど。はい、メントパッツは同じ。いや言ってねえわ。え、デブすぎんだ、聞き間違い。右の人に無視されたんだけど、そうそう、左もう少し寄ってもらうことってできます。え、メントパッツは特盛り量が増えてんのよ。え、さっきなんか右にずれてとかなんか言ってました。聞こえてんじゃねえかよ。言ったよさっき。え右にずれ。ミートソース超特盛り。しつけえな。え、左はデブのまま。なんなんだ。あー、いや、ギリ耐えられる。不快なだけ。出てってくれ。弱い弱い弱い。デブの後にただ筋トレされても何も思わない。ただ筋トレするだけ。ちょっといいですか。ちょっと今ここまで2回エイジ追い出せてないですけど、これ大丈夫ですか。想定ない。想定ないですか。すべて想定ない。いや、まあ、じゃあここから本番ってことですね。エンジン上がっていくって感じですね。わかりました。頑張ってください。うえぇー、あっちだよ。あっちだぞ。あ、雰囲気いいけどな。そうだよな。てかよ、大学だってよ、行く意味なくねえか。いや、いらねえよな、大学だよ。足サボっちゃうね。まあいいよ。サボっちゃうじゃん。いや、あれ、てかよ、てかよ、お前らよ、サウナだからってや、もしかしてチルしようとしてるやついるよな。うえー、それじゃいつものコールやっちゃいましょうよ。行くで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 、日本一番、日本一番、日本一番。
気持ちはわかるけど、さあ、とか言って、お兄さんもやりたかったりして、ちょっとお兄さんのためにやっちゃうから、おい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 、ゴムキャラコール、しんどいしんどい、ついに退出しましたね。しんどかったね。あんな奴らいないよ、生きる大学生。やりすぎやりすぎ、これは退出せざるを得なかった。いや、得なかったよ。コール始まって、おい近いね。最初の2人で油断した。まだまだ続くよ。いや、まだまだ続くの。ここを座ることがないけど、まずそれにしても大変なことになりましたね、刑事。はい、そうですね。警察だ、花山刑事。まさか、ああ殺人犯を取り逃してしまうなんて。くそ、あの殺人犯はただの殺人犯じゃない。そんな奴を取り逃がして俺らは何をしてるんだ。あんな凶悪殺人犯が街中にいるって考えただけで国民の圧が。花山刑事、こんなことをしてる場合じゃありません。僕は行っても立ってもいられません。犯人を今すぐ探しに行きましょう。そうだな、圧刑事、行くぞ。入る前に気づくだろう。悪いのは僕じゃない、悪いのは世の中が悪い。俺は悪くない、絶対に悪くない。思想強、こうなったら一人殺しても二人殺しても関係ない。こんにちは。2回目の退出となりました。出るに決まってる。めちゃくちゃやべえやつ来たから。実は俺はめちゃくちゃ思想強いやばい殺人犯入ってきたから。あのサウナ好きのエイジだったら入ってるかなと思ったけど、ワンちゃんそういうんじゃない。とかじゃない、とかじゃない、わけがない、わけがない。うん、あそこまでのパターンもあんのね。何なんだよそれ。それ何、ちょっとまだまだサウナ入ってもらわないといけない。まだ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 あんの。何なんですか。あ、マスクしてる変なやつが来た。なぜマスクをしてない？なぜサウナでマスクしてない？マスクしてない奴は聞こえないだ。この国から出てけ！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 第5口塞げって言ってるだろ。マスクしてない奴はこの国から出てけ！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 街
中とかだったら分かるけども、サウナまで来てっていうのもちょっとよく分かんないかな。第5類だし、それ国でももう強制しませんよってなってるんで、おかしいの、どちらかというとあなた方だと思いますけど。出てけ。ヨダメ。出てけよ。ヨダメ。出てけ。はい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 、ということで全て終了しました。よいしょー。ということでですね、今回審査員のエイジさんに、まあ、一番嫌だった MVP を決めてもらいたいと思います。決まりました。 MVP は寮の不潔男。俺いやー嫌だったね。シンプルに。ああ、ダントツだね。出ます。あの手この手やったけど、寮の不潔がシンプルで一番やる。マジかよ。はい、ということでじゃあエイジさんに最後、面白い一言で締めてもらいたいと思います。おかしいだろ。エイジの最後の締めの面白い一言まで3、2、1。100万人目指そうぜ。面白だっつって帰ってこい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 。